大沼孝太のイヤトーモチャンネル。来週のラジオ喋れるかどうかすごい不安っていうぐらいもう元気ない。もう疲れた。じゃあ、はい、もう行くの？もう当てるから。いやもう疲れてるよ俺。疲れてます。覇気がねえよもうないけど。メロンのねこのクソ忙しい時期大変ですね。お昼食べたの何時今日？5時。5時。このまま寝ちゃいたい。昨日も、ね、遅かったようですし。いいよ目だくそねえもう完璧ビザ持ってる。そんなビザ持ってるコウタ君に今日ちょっとあの六国団解散ライブでしょ？解散ライブ。理由は俺がこのクソ忙しい時に連帯しちゃったのね。変態、うん、そういう言い方する、うん、変態変態しちゃった変態した変態しちゃった変態した変態しちゃった。あ、びっくりしたー。びっくりした。イエーイ。えぇー。あ、びっくりしたー。びっくりした。びっくりしすぎて鳥肌立ったんだけど。すんげえんだけど今鳥肌が。たまげだー。というわけで、そういうかすみちゃんが突撃してくるドッキリでした。そういうドッキリ。ローカルホーム来るかもしれない。ということで、あ、それ本題。それが本題。すげえ今マジ心臓飛んでるかと思った。マジでたまげだ。もうこのさ、せめてもうちょっと元気な時にやってもらっていいかな。元気出るかなって思って。すげえかすみちゃんが来たことに対してはテンション上がるけど、今のドッキリで俺の今日の全エネルギー吸い取られるんだけど。お願いします。どうぞ。というわけで、はい、はい、突撃してきてもらったわけですけど、準レギュラー決定という。あ、これじゃあ準レギュラー決定おめでとうのクラッカーだった。まあ、お前をびっくりした。自らやっていくスタイル。ああ、なるほどね。たまげだ、ほんとびっくりした。おい、すごい、今びっくりしすぎて、あの、最初の頃、たまげだじゃなくて、だってびっくりしたって言って。うわ、びっくりしたーっつって。車入れると、気づくじゃん、いつも。誰が来たとか言う。近くに止めて歩きました。え、どこに止めてきたの？マジで？さっきよ。はい、ということで、びっくり。準レギュラー。準レギュラー、イエーイ。よろしくお願いします。世の中の男性的に回すワード言うから、かすみちゃん俺のもの。今後もね、どっかロケとかに一緒に来てもらったりって時は、うん、ポッと全部おいパンって来るからまたその油断して、さあ今日はね、いい天気よーみたいな感じでしょ。これすごいね。これなんてクラッカー。うまくいった。クラッカーってこんなにたまげるのビビってした。マジでこんなドッキリないでしょ。こんなドッキリのためだけに来ました。え、かすみちゃんわざわざ。そうです。さっきまでマネージャーも一緒。あ、そうなの。かわいい女っ子。なんでさ、俺がいないところで座ってさ。だから連れてきたじゃん。いや、いいよ、かすみちゃん来てくれるのは嬉しい。え、私じゃダメですか。いいよ全然いいよ。ということで、今後ね、準レギュラーとしてあの持ち込み企画いっぱいあんの。女の子もね、デ役で入ったんで。いいね。歌ってみたもん。歌ってみた、デュエットやろうよ。あれやろ、なんだっけ、あれよ、なんだっけ、あれだよ。あれだよ。どれですか。全然出てこない。全然出てこない。あれ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 だよ、あれだって。せめてなんかヒント言ってください。ま、時間稼いだのに全く出てこない。いじあげる。アイドルも好きなんで。アイドルの踊ってみた。じゃあ、TikTok だね。ちょっと全編で YouTube でいきましょう。それはだってさ、ほら、多分踊り終わったら効果が色変わってるよ。いや、どうも。もう、なんだよ、びっくりした、ほんと。メロンやってった時にマジで。だって、うまくいって、みんなから失敗するって言われてたから。いいね、かすみちゃん、準レギュラーはテンション上がりますね。はい、いいじゃないですか。来ました、ついに。で、あれでしょ、サブチャンネルの小沢かすみのイヤドームチャンネル解説者、あっという間にチャンネル登録数抜かれるでしょ。いいっすね。俺そっちの収益だけもらって分配するわ、こっちで。俺なんなんメインチャンネルよりサブがいけるみたいな。勘弁してくださいよ。もうちょっとあの、俺の子、今日ヒットポイント 0.2 ぐらいしかなかったけど、これで一回マイナス1ぐらいまでいって、あ、一回ゲームオーバーしたけど、かすみちゃんいたっていうので1まで戻った。私って分かりますか？最初全然誰か分かんなかった。
誰が来たの、これ勝ち込みかと思ってえっつって勝ち込みレベルの音ちゃんと袋に返したの、なので音の大きさは5分の4散らかるって感じだし、いいクラッカーをね散らかったよ、ほんとに面白かった、面白かった、いや、良かったですね、人間ってね、予想外の頃が来るとね、こんなにたまげんだと思うお腹痛いというわけで、準レギュラーかすみちゃん準レギュラーかすみちゃん加入ということで、じゃあみんな、バカね。